さっきちょっとさ、ペヤングをさが食べたくなっちゃってさ、スーパーに行ったの。そう、ペヤング買ったら、見てたらなんか美味しそうなやつがあったから食べる。ペヤング思い食べた。違う、ちゃんと少ないで。でも弟にもあげたもん。あ、他で開けるんだ。ペヤングは入れない。ソースも全部入れない。火薬も全然入れない。火薬のあれが嫌いなの。あの緑じゃない、茶色の普通のペヤング。危険です。だってありがとうございます。みなちゃんかわいい。え、みなちゃんってなんか違和感、渋みなっていうのにいつも、え、だよね、いつも渋みなって呼んでない。違うか、いや渋みな。そうだ、今日もハンドハンゲだ。一平ちゃん食べたことない。めっちゃ安かった。ペヤングも、でもそのスーパー自体ちょっと安いんだよね。これ214円やって安っ。しみなしかいなかったですよね。ミネトマンとミナリンとミナリンが好きちゃん。みんなのキャッチフレーズやねんか。自分でみんな自分のこと好きちゃうってなるやん。それ当たっとる。そやね、中学生って食べる時期。そう、みなちゃん、え、なんか悪いものでも食べたのかと思う。まやかちゃんが壊れた。これは大事件だ。警察に言わなければ。食べてみる。なんかさ、一平ちゃんって謎にマヨネーズのイメージ。ハングダンバーガー、ドンキに泣いてる。あ、みんなもこれ全然なかった。え、1個とかしかなかった。たくさんバーっていて、バーってある。あれでレアなのかな。それかみんな買った。タイミング組めれてるしね。ちょっと久しぶりじゃない。え、でもね、合わせて408円だったので、これ214でしょ。214、408だから、100 214 408-214 496円やな。しびちゃんね、ひなちゃんしびちゃんエビやんな。ひなしと可愛い子が好きって。じゃあみんなもさ、キャッチフレーズ変えようかな。あ、そうそう、ちょっとそうなんです。みんなはこれをショールームをしてるには理由があるの。そう、ラブエフエムに、あの、ちょっと待って、12月17日に初イベント、わーい、ラブエフエムっていうね、あ、ちょっと待って、イベントにね、出させていただくのが決まりました。でもそんな会場 B 館だからさ、そのよく、何、よく結構アイドルとかがコンサートしてるマリンメッセとは多分違うんだよね。平らだった、調べてみたら。ちょっと待って、なんだっけ名前、マリンメッセ B 館でしょ。なんか平らなの。ほら、わ
かるかな。このマリメッセ A 館があの大きいとこ、 B 館こんなん大きいのかな、わかんない。どうなんやろ。新しくない？ B 館って。絶対に楽しみだね。うんふん。マリンメッセ。キャパ2000、去年やないか。ほんとだ。いや普通のマリンメッセは、やば、1万5000円ってびっくり。おいしいこれ。なんか顔黒。リカちゃんありがとう、今日も来てくれて。うん、忙しいの来週。でも再来週はもう終業式やから冬休みやし。ねえ、あとね、今日ね、もう冬休みの宿題ね、何個か出てるの。理科を、理科の問題集があったの。それを今日17ページ終わらせた。すごくない？これって結構。すごいよ。喉が鳴った。ね、時の流れマジ早すぎるよね。わかる。もう1年が終わるって考えたらやばいな。ね、これ口笛？リコーダーな気がする。え、冬休み前でもまだ全然あるの。あと半分ぐらいある。いや半分以上だわ。やばい。もう6期生を、12月10日からじゃなかった？まだまだ始まってないよ、あの応募は。去年ね、今これ何したかな、写真とかあるかな。12月8日本当に写真が多い。12月8日でしょ。わ、去年の12月5日カシーカヤン行っとる。12月9日に習い事で撮った写真があるわ、英語で。マジ早いな。やば。応募発表、応募発表されてきたの見てたんだよね、 YouTube で見てたと思う。
アンパン、アンパン、アソパソン行きたいんやけど行けてない。うん、めっちゃエリンちゃんや。私はココハと2日間会話をしてませんでした。できなかった。楽しかったよ昨日の理科、豚の目の解剖。ほんとにかはやかいねんやん。ねじゃないわ、間違えた。ね、カシーカーンは、あ、でもそんなよ、月1とかそんなんじゃないかも。年に1回とか。でしかも去年行ったのもめっちゃ何年ぶりとか。年に1回じゃないわ。コガちゃんにペペをしてることバレてるから。バレてるよ。うん、あのさ、プロフィール帰ってたじゃん、国派から来たもん。エリンちゃんついに本格的にペアをし始めたって言われたよ。でもね、イナもね、その前にね、あのさ、なんだっけ、そう、わかるの。イナもね、プロフィール変える前から分かってたよ。だってあのペアのさ、ツイートにコメントしてペアがいいねしたらさ、こう見てるだけでさ、出てくるの勝手に。だからうん、だからみんなは、あ、エリンちゃんペイも最近絶対気になっとるなって思い始めよった。そしたら会っとった。それでプロフィール変えてた。でもさ、あれでしょ、名前はまだ変えてないでしょ。ペイ呼び、え、でもいつも心ってんだけど、なんかペイになる、たまに。え、名前フジココ、フジココとペの触覚とかなったら心が病みそう。あ、心じゃない、心が病みそう。すなまじい認知度。みんな結構みんなのこと知ってるからね。いいこったけど、だからなんか推し編とかしてたらわかるからね。いいこったけど、わかる。だからしない方がいいよ。うん、公開主義するからね。あの推し編してからみんな、もしもみんなのショールーム来たら、あー、まるまるさん、みんなからまるまるちゃんに推し編したよねーって言うからね。全然全然、うん、全然言うからね。気をつけてね。ツイッターのハッシュタグしゅういちゃんムール見てるよ。ペ呼び、なんか日によるペ。だからエグちゃんもいつもエグちゃんって言うけど、エグちゃんって言葉が出ないとエグチってなっちゃう。そうだよ、やむんだよ。怖いからって押すのやめないでね。押しへんじゃなくて。うん。うんうんうん。美味しい、これもうすぐなくなっちゃうよ。なんか、もうほんとにやんか。押しましはいいよ別に。うん、へ
変がダメ、マスの愛全然ウェルカムですけど、ウェルカムでもないけど、はい、じゃあおしましょうかな。やっぱしてして、マシはして、私含めチンキ、俺の存在は黙ってないんで安心とか言ってると分かる、言ってても分かるからね、もう覚えてるからね、アイコンもカレンレンのアイコンって覚えてるからね、ツイッターでしょ、確かそうだったと思うけど、ちょっと今日さ、てててて、あー箱押しょ、いいよ、いいの、うん、私のことは嫌いにならなければいいの、まあ押してくれた方がね、まあ私は嬉しいけど、最近しゅういちゃんの配信があるときちゃいます、どうして、いい習慣がつきましたね、いい習慣がつきましたね、花さんが注意してるから入信だから、たくさん、そうだよ、記憶力すごいよ、これを勉強でも使いたいわ、本当に、締めもうすぐ卒業するんで、そこで序列変えるから、しべちゃんの年次に来るから楽しみだな、もう帰んねんにさバレたしさ、いいんじゃない、もう公開しちゃって、6期生では一番の可愛さなので、次は話し方が、あ、そうですよ、そうですよ、撮ってくださいね、皆さん次会ったら、カレンちゃんね、カレンちゃんみんな仲いいよ、なんかね仲いい、一番最初のあの HKT T シャツの壁写写真の時、撮影の時が同じで、えぐちゃんとはそのグルダンス合宿のグループが同じだったから、なんか話したこととか全然あったけど、カレンちゃんなかったの、でもカレンちゃんとえぐちゃん仲いいから、それでカレンちゃんと初めて話した、その時俺が今おたくん、おたやめてます、3年覚えてた、うん、西公園ね、これ絶対忘れないから、26日の昼公園3回席見て、最高に楽しかった、よかった楽しんでもらえて、ほんといるわけせんなくいいの、何年超えたら怒られるか、この間でしょって同じぐらいかな、でもカレンね本当に可愛い、なんかね、ミナとナナカちゃんのペアっていうのかな、ペアっていうか、なんか多い、ちょっとって結構多い、逆に忘れること忘れない、忘れないよ、むかちゃん、おつみな、それね、リコピさんがね、いつも楽屋とかのお疲れ様ですって言ったら、おつみな、おつみなって言ってくれるの今日は柔軟の試合の声を見てきて、楽しんでください、コンビラ、そう、ななかちゃんとね、そう、冬休み入ったらお泊まりしようねとかってお話ししてる、マジでずっと LINE してる、カレンレンまだ会えてないからね、そう、あの誕生日から会えてないの、みなのよな、なな、みな、みな、なか、
そう、アンダーデビュー一緒だったのってさ、すごいよね。すごいっていうか強いよね。そもそも仲良しになったもん、そのアンダー一緒に練習して本当に1週間ぐらいずっと毎日、あのね、ずっと一緒にいたから、そう、でもそう、でもね、お姉ちゃんだけど、お姉ちゃんじゃん、年上だ。でもなんかそのお姉ちゃんって感じはしないかも。さ、それもちろんする時もあるけどね。何の話するの？でも結構ね、いろいろ話する。サイレントとかドラマの話とかね。だからね、しょうもない話する。何話してんだろうね、確かに。17日に初めて、リアルに楽しみ。ずっと見とってねーでしょ。ななこちゃんめっちゃ優しい。甥っ子はなんだかちゃんを押したから、僕は渋いちゃんですね。じゃあ、甥っ子とみんなのなんかだ、ね、サイレントまだ終わってないの。今日9話、昨日 TVer で8話見た。めっちゃギリギリ、あ、やばい、明日サイレント今日見ないとって思って昨日見た。お風呂キャッチフレーズ恥ずかしいよ、忘れちゃった。ななかちゃん綺麗な大人女性だから仲良くなるってこと。そう、なんかさ、ななかちゃんってさ、結構みんな第一印象クールでめっちゃ大人やなーとか、なんかちょっと話しかけにくかったけど、今は全然そんなことない。めっちゃね、本当になんかいい。そう、ヤッホーやって、あ、ともかちゃんだ、ヤッホー。サイレント今人気ね、すごい。でもなんか最初の方、2話とかの方がめっちゃボロ泣きしてた。しのさんで覚えてもらった。次は顔覚えてもらえた。でも結構覚えてるよ、ひなちゃんの顔。車内からやったよね、車の中からしてなかった、一番最初の時。そう、なんだかちゃんお笑い好きなのは知らなかった。こんにちは、ヤッホー、きなこもちゃん。きなこもちゃんなのかな、これって。きなこもちくんちゃん、チュード忘れたら公園で、忘れたから公園だから。でもなんかさ、そもそもリセット自体あんまなくない？車の中でしょ。うん、覚えてるもん。さっきはね、キャラの把握してるんだけど、みんなの方覚えたでしょ。だから最初ね、なんていうの、見えたまって。でもパイナップル、この前ね、夜になんかお腹空いちゃって、なんか食べたいなと思った、ミニトマト食べなって言われて、パパに。それミニトマト食べたんだけど、ちょうどその時ね、1パックしかなかったの。その1パックのミニトマトをいつの間にか全部食べたから、次の日食べるミニトマトがなくなっちゃったって。そう、だから、でもあれだよね、なんかおいちゃってさ、そう、結構車の中からする方とかいるとかね、なんかお外行ってめっちゃなんか天気いいでしょーとかって見せてくださって、家で見てもらってもらって、育った、今レモン育ってるよ。レモンが家にある。まあ飼育はあるんだから。ね、目撃者公園とここ点か。かわいい。結局な、何ちゃんなの？きなこちゃん？もっちゃん？もちちゃん、もっちゃん。ちゅういけ、なんでもできる。なんかね、いろいろやってる。だってあれだもん、今 DIY もしてるもん。別にお家あれしてる。いつしまの方に楽しい、おいしい、楽しい、なんだっけ、おいしい、楽しい、ビタミン C、
え、でもトマトジュース自体、トマトジュース自体はあんま好きじゃないんだよね。でもこの前のその HKTBR でなんで飲めたのかがちょっと不思議。ミニトマト食べたい、育てよう母の子ちゃん。もう一度リセットに、なんかあれみたい、選挙活動。オンライン、たまに面白いらしいね。固定みたいけど、お芝居自体、あ、なんかそういうのあるよね。こっち、推しはこっちにいるけどこれ見たいみたいな。唐揚げにはレモン絞ろう。え、みなはキャラじゃない、キャベツの上に、この前唐揚げ食べた時はキャベツの上に唐揚げ置いて、その唐揚げがちょっと味薄かったの、あの生姜とかニンニクの匂いとかはしたけど味がちょっと薄かったから、キャベツの上に唐揚げ置いてマヨネーズかけて醤油かけた、めっちゃ美味しかった。で、これをご飯の上でやればよかったな。ぜこうご飯をこうよそってご飯入れて、キャベツやって唐揚げバーっといて、マヨかけて醤油かけたら、これを、でもその唐揚げをハサミとか包丁でちょっと一口サイズに切れた方が絶対美味しいだろうなって。まあ覚えてほしい。もう覚えてるよ、もやかちゃん。次のシングル来てね、よかったら。今年はね、リセット出たい、リセット出たい。リセット出たい、リセット出たい、リセット出たい。そう、でもちょっとさ、なんか今さ、今覚えることがたくさんでさ、そう、本当に昨日っていうか本当に死ぬかと思ったマジで。なんかその17日で出れるの嬉しいけど、17日で覚えるあれもあるし、そう大変だけど楽しい、楽しいから美味しそうで。高天候の天守の子だ、確かに。えぐちゃんとふぐちゃんの子ね、こうかこうか、指名を出してください。でもね、前より多分ちょっと不良部が早くなったんだよね。学校もあるからね。本来恥ずかしくて今まで多分なんか集中に来てたりとか、行くわ、やった、楽しみにした子。そうよね、これから早く触れないよね。集中出るならマジで仕事休み、有給、それって有給ってやつですか、有給ってやつ。そうだから、みんなはでも曲にもよるけど、な、何最近覚えたっけでもサクタベをさ、この間やったけど、サクタベ自体ちょっと簡単な方だけど、サクタベとか 2,3 回でやった、 2,3 回やったらすごい覚えれた。もともとさ PV と MV とか見てたからさ、振り自体、あ、こんな感じなんだっていうのは分かるから。 B さんも花さんポイズのとこと結構すごい覚えた。好き好きはポジションによる、なんかね、好き好きは振りもまあ難しいけど、どちらかというとこう好き好きこうカノンが多いから、ちょっとメロンジュースも同じかも。座るところ、サビでさしゃがんで頭振るとことか、それをあのなんていうの、それ座るのにしゃがみ忘れたらちょっとやばい。カノンはなんかね、前から1番2番3番だから、腕を上げるタイミングも前から 3段階に忘れたら、じゃあメロンチューしたら、あなたにあげたいはあなたに、あ、3個に分かれるじゃん、その2人が、前の人が例えばあげ、
あげたいとか、あれじゃあな、ん？あそう、あなたにあげで、タイでみんなこうやってあなたにあげたいとか、そういう順番みたいな。そう、かわいい曲とダンス、曲どっちが好き？大体でも意外と可愛い曲の方が覚えにくい。その例えば同じやつをさ、振り返る。そう、数拍ずらして、そうタイミングが、そのだからメロンジュースも最後のあなたにあげたいメロンジュース、あなたにあげたいメロンジュース、上手と下手にね向くやつがあるのね。それは上手にあげるときは上手側の立ち位置からあなたにあげになるの。でも逆に下手の時はあなたにあげになるの。てかがちょっと難しかった。腕上げるのが好き好きやった。好き好き好きってか、どういう時？そうそう、腕上げるタイミングだ。どういう時？あ、忘れて、待って。ちゃんと体で感じてるとかも、感じてるもそのカノンになってるの。だから感じてるって腕上げるじゃん。だからカノン間違えたら目立つのすごく。だからちょっと難しい。キスマチは簡単。キスマチはねちょっと難しいかも。なんかそうサビ自体はあれだけど、トゥトゥトゥ、なんかねみんな左に行って同じ振りを反対に右にするとか、この苦しい、これをどっちにするかもねよく分からなくなっちゃうから、そういう振りが苦手だから。大人列車もさよならボイヤブトゥ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 ってこれ全然覚えられなかった。どっちやっけ、どっちやったっけって思って、トゥ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 、もとかも、あ、どっちやったっけって思っちゃう、よく。だからそういうの覚えるの。チート苦手。なんかさ、わあいいな。最近寒くなってきたからさ、めっちゃ乾燥する。去年まで手とか目全然乾燥しなくてハンドクリームとは無縁だったのに、今年はめっちゃ乾燥する。待って、くしゃみです。初めてこの時に作ってきた。えなも作ってるよ、ほら。ちょうど1年前ぐらいに作ったかも。あ、違うな、2月ぐらいに作った。お部屋よりどんどんしぐいちゃんのステージを楽しんでる。そう、楽しむ余裕が出てきた。やっぱ早着替えでも大変だけど、この前のコンサート多分みんなよりちょっと早かったかも。早着替え、そのロッキー結構早い方だったけど、いつやったっけな、なんかの時に、あ、みんなやっぱ早着替え早いかもなと思いながら着替えたら、フリーパンって言ってね、履くんですよ、黒パンの上から。こう見え、もしもジャンプとかした時見えても大丈夫なように着るやつを忘れそうになった。危なった、調子乗った気んやって思った。ハンドクリームお気に入りよ。いや、お気に入りはないかも。友達からタンブラーでもらったやつがお家にあったから、それを使って、この前のタンブラーでもらったから使おうって思って。でもなぜか小1の頃のなんかのビンゴ大会で景品で当たったアリエルの、アリエルって言っちゃってもいいか、ハンド
クリームがまだ持ってる。やばくない？腐ってそう。スカート忘れる先輩もいますけど、スカート忘れるってやばくない？黒パン？やばくないっていうか、どういうこと？どういう格好なんだろう。レンちゃん普段から着替え早そう。みんな早いよ。だから体操服とか着替えの早いもん。体操服は上着てズボンでパーってやったら一気に入るし、もうそういうの考えて常に着替えてますから。はい、分かんない。こういう目してない。いや、してよく迷ったけど、なんか捨てれない。でも、えぐちゃん着替え場が違うから分かんないんだよね。スカート、何の曲で何の曲で秋吉さん忘れたの？ウホがなんかじゃ、なのかな。公園ウホ何の曲？スカート忘れても大丈夫な服でしょ。洗濯物ももともとついてるし。ウッホとかシアターのちょっと調べてみよう。シアターの方、これか。笑っちゃダメだけど笑っちゃダメだけど笑っちゃったけど、面白いな秋吉さんって。秋吉さんってさ、伝説作りがち。めっちゃフリパン。あー、めっちゃフリパンね。なあ、面白いな。みんな失敗しないようにしないと。いや、もうさ、この前ね、いつだっけ、ジグゾーパズルじゃなくてミステイク、23日のミステイクでね、靴下をジグソーパズルのままでそうになっちゃったの。そうで、めっちゃギリギリにはって、そう、石尾さんが気づいて、メイクさんが気づいてこれくださったから、やばい忘れたと思って、でもで、しかもその紙テープ投げるじゃないですか、引っ越しましたで、ね、それで紙テープを、あの、平和の手の金じゃない、夢の金で、こうジャケットとスカートを一個脱ぐから、下に履いてるスカートにポケットあるはずなのに、もうなんか焦りすぎちゃって、靴下あれでもう、あ、やばい、時間が違う、やばいやばいやばい、始まるみたいな感じで、もう焦りすぎちゃって、でもやばい、もうポケットない、ポケットないと思って、もう半切れだった。なんでポケットないの、ついてないのって思いちゃった。そしたら下のポケットで、いや、めっちゃあれで、それで石尾さんが、あ、ポケットないですって言ったら、ポケットないですって言ったら、あれ本当だ、ね、あ、中にあるじゃんなって、あ、そうだ、すいません、ありがとうございますって言って、そう、そう、ありがとうございますって言って、そう、ちょっと、なんだよとか思っちゃった。やばい、なんだっけ、なんかうまくいかないことがあったらちょっと機嫌悪くなっちゃうの、みんなの悪い癖。そう、
衣装がうまく着れない時とか、なんで着れないのって思っちゃう、思っちゃうの。ちょっと悪い癖だな。でももうちょっとなんかそれもしてるのもちょっと楽しくなっちゃう。もうなんか今公演やってるやんみんなって思う、そのバタバタしてた。あのね、なんかこの前とかも着替えて、わーみんな今衣装着替えてるって思った。公園だって公園やってるんだみんな今って思った。ゆみちゃんお腹すくと、へー、みんなお腹すいたら、あーお腹すいたな、もう死にそうって思う。もうこのまま死んでいくんじゃないかなって思っちゃう。お腹すきすぎた、動けなくなるタイプかも。もう無の感情になる、お腹がすくと。誰か私に食べ物を与えてくださいって。そう、やってる感あるよ、あるよ、あるよ、うん。ああ、ショールーム終わったら私はダンスをしなくて、まあでもできるようになったら嬉しいしね。別にお手が変わってない。いや別にあれだよ、あのね、書く気持ちがあるだけでみんなすごい嬉しい。僕は2週間くらい食べなくて平気ですよ。えぐ、えぐっちゃんや、えぐ。ご飯まだ食べてないんだよね。あ、16、だから痩せてるんだよ。ごめん、ここら辺しか見えてないけど、なんか痩せた。だから痩せてるんだよ。プリン、あ、みんなプリンのね、手話わかる。これ、サイレントで習った。ハナ、仕事完了。お疲れ様です、ハハさん。もうね、本当にね、なんかね、えぐちゃん、えぐっていう、もうなんか、えぐちゃん、なんていうの、エッグ、エッグにもなるじゃん。えぐ、エッグ。お電話届いたらすぐ、え、結構多分すぐにもらえると思う。スタイルがいい、あ、そうでした、ごめんなさい、スタイルがいいです、スタイルがいいです。あ、そう、見たな、習ってない。見たプリン、えぐちにあるよね、えぐチーズ。なんかママが大学生の頃にパパがやった話なんだけど、学食かなんかに、なんかの時にエッグカレーっていうのがあったんだって。それが看板みたいなやつに英語でエッグでカレーをカタカナで書いたんだって。だからママはそれを EGG カレーって呼んで、 EGG カレーってなんだって思ったらエッグカレーだったんだって。カップリンはそのまま食べる、え、もうそのまんまだ。ラブ FM イベントしてありがとうございます。あれよ、アーハさんが好きなあのリヌちゃんも出るよ。やった、楽しみやな、めっちゃ6期生5人出るし、てんてんてん食べる。そうなの、楽しみ、めっちゃ、はあ、楽しみだな、楽しみ、もうすでにワクワクしてきちゃった。楽しみ、
配信どうなんだろう、ね、マリンメッセ B 館です。でも緊張するな。その日福岡の同居人の悔やまれる、悔やまれる。みんなも行ったことないかも。あのアーティストさん、そう、めちゃくちゃ言えないもいるしや。HKT に入って本当に幸せ、本当に楽しい。なんかめっちゃ充実してるし、無駄な時間が減ったと思う。いやわー、ちょっとね、いいんだ、リナがね、ちょっとね、ずっとリナがね、あのね、ちょっとリナがね、あのね、ちょっと言い過ぎだな。あのね、あのね、クリナさんもいるよ。クリナさん B 館で B さんする、なんか似てる。充実してるのが一番、そう、充実してるのが一番、一番。クリナって声似てる、え、なんか言われる、声似てるって。でも最近ちょっと久しぶりに言われたかも。でも楽屋で話してたらメイクさんとかに「あ、今うち似てた!」とかって言われる。うちは「クイーンさん似てた!」「クイーンちゃん似てた!」って「クイーンちゃん似てたよ、似てた!」って言われるし、この前廊下で、廊下にねソファーがあって座ったの、座ってレッスン終わりかなんかで座ってて、でもその時にちょっと早めに、みんなにワンちゃん早めに降りてきたのかな。で、後から降りてきた子ね、カレンレンやったかな、めっちゃ今クリナさんに見えたって言われた。お疲れー、お疲れ様、お疲れーみたいな言ったら、早いねーって言った、めっちゃクリナさんかと思ったって言われた。そう、滑舌悪いね私。ゆぐちゃん似てる、似てる、ゆぐちゃん初めて言われた。でもなんかね、なんだろうね、でも本当前、結構前、夏とかそんぐらいの時はその楽屋ね、レッスン終わりとかに楽屋行ったら、大体ね、5期の先輩方に、あの、本当にクイーンに似てる、クイーンなの妹とかって言われたけど、多分今は多分顔より声の方、用事があるから、バイバーイバイバーイ。なんか相良さんにも似てるって言うけど、なんか、いやでも似てないと思う。私のポイント高いよ、ほら、絶対ないのに。じゃあひじりさんとか、ひじいさん、ひじい、あ、でもリズさんもいたよ、たぶん。なんちゃんもいた、似てるって言われるのは、あ、でも嬉しい。まあね、先輩、いやもうなんかさ、先輩がさ死んでるとなんか嬉しすぎても結構いろいろ乗せちゃってるんだよ。いろいろ乗せちゃってるんだよ。で、しかも多分今まで撮ったことある先輩はりのちゃんとクイナさんとひなのさんぐらいだと思う。あとリコピさんとかだと思う。うん、そうっすね。ただじまいってなんだ、そのミナのスマホに入ってるのが、そう、私のスマホにあるのが、ちょっと先輩方写真撮ったことあるのは他の先輩もあるんですけど、ミナのスマホに入ってるのが、 あとミュウさんとか、あ、ジーナさんとかもあるわ、ナッチミさんとか。いや、でもみんなリノさんが一番多いかもしれない。リノさん
が一番多いか。あ、ハナさんもあるわ。ハナさんもある。やばい、ランニングで結構みんな送っちゃってんだよね多分。そう、なんかさ、なんかその同期とかの通称とかってさ、送りすぎちゃってるからどれを送ってないかとちょっと確認しにくいね。確認しにくいっていうかすぐ忘れちゃうから、先輩とかっていうこう数にどちらかというと限りがある方、限りがある方で前のやつ遡って、これあげたっけ、あげてないかっつってやり逃してるって、やり逃してて、よくいや、わかんない。なんかちゃんと喋って、でもなくさんはあのリハの時に幕開のリハで控えめの最後一列バイバーデーンの時、なくさん横だったんですよ。でリハの時にこうレッスン場の方が本番より狭いから結構なんて言うんだろう、近かったんですよ距離が。それで多分髪の毛が当たってしまったかわかんないけど、髪の毛いい匂いって言ってくださって、え、ありがとうございますって思った。ありがとうございます、めっちゃ嬉しかった。 あとキスマッチのこの前28日セリフ言わせていただいた後に、多分なんていうんだろう、多分最後の方、最後これがね、映ったと思うんですよ最後のドゥーンの時に。で多分こう映ったか分かんないけど、これ終わった後に大人列車の直前でパッて横見たら、ナックさんこっち見ててニコってしてくださったから、へってなっちゃった。そこまで映ったか分かんない、これは映ってたって言ってた。やばーって、目が合ってしまった、どうしようって思った。やばーって。でもね、あれだよ、なこさんのね HKT ビンゴの時の缶バッジ持ってる。サンパレスで、サンパレスのコンサートの時の物販って。でもそのが本当はガチャガチャだったんだけど、ちっみんながちっちゃいからで好きなの選んでいいやって言ってくださった、その方、お店の方。アバター変えてみた、みんなと同じだそれ、この青い子。でも何時やろ、半や、やばい、1時間半もしちゃった。そろそろ終わろうかな。サンパレスいたよ、サンパレス夜のみんなやるんでさ、言ってあったり。あ、そういうこと、サンパレス、あ、そういたよ、みんな効果。しゅうちゃんと大丈夫ですか。恐ろやない、恐ろやない。ビンゴライブ、あ、そういたいた。でみんなコンサート多分全部夜公演かも、行ってるの、ファンとして行ったの。そろそろ終わろうかな。めちゃなことない。え、でもなんかガチャのやつ、ガチャなんか、あ、東京から来たの。いや、その時に福岡2歳ぐらいまでしか東京住んでないんだよね。はい、クエンの配信ここが大丈夫終わってきた。いや違う、なんかコロが投げて、あ、みんなもなんか早く投げたいな、溜まってるから早く投げたいなと思ったから、あ、ちょうどいいやんと思って投げた。まさか自分こそ、そうなのよ、そう、自分がさ行ってた会場でさ、自分が逆にこうステージに立つ側になるとか本当思ってなかったから、びっくりだよ。去年まで東京にいたのか、ん、去年までじゃないよ、十何年前去年が派なんだろう、分かんない。じゃあそろそろ終わります、そろそろ終わります。
13位があくびさん、はじめましてかな、ありがとうございます。12位がニシプロさん、ありがとうございます。11位がリベロさん、久しぶりじゃないですか、ありがとうございます。10位がウラさん、ありがとうございます。9位がグリーンミンツさん、ありがとうございます。8位がカズオさん、ありがとうございます。7位がヤキさん、ありがとうございます。ロキはアスカアットマーク福岡ジョンソーさん、ロキさんのこと覚えてね、ちゃんとありがとうございます。9位がアシュラのガスさん、ありがとうございます。4位がロメオさんじゃない、間違えた、西公園さん、ありがとうございます。3位がタキアンさん、ありがとうございます。2位がクジマスさん、ありがとうございます。1位がおいちゃんです、ありがとうございます。おいちゃんいつもありがとうね、ありがとうございます。ね、出遅れた、ありがとうございます。今日1時間もしてない、そんなことないって、1時間もしてないっけ、1時間もしてないのみんな今日、本当だ、じゃあもうちょっとやろうかな、やっぱまあいいか、え、もっと1時間経ってるかと思ってた、1時間半してるかと思ってた、じゃあもうちょっとやろうかな、やっぱ1時間半はさすがに長いよなーとか思いながらやった、1時間半過ぎで、これでどうせ1時間半なるよね多分あ、ウケる、ウケウケ、ちょっと待って、この後のやることを確認してからにしましょう。ねミナはこの後これしようかな、どうだろう、待って、みんなもしたいのよ、ちょっとでも長くしたいっていう、だ楽しいからさ、ショールームって50分だったら、今日の目標の寝る時間11時、だから9時半ぐらいから、睡眠です。私は明日は学校なので、いいやん、いいやん、いいやん、いいやない、いいやない、ちょっとめっちゃいい、いいスケジュール、アプリを入れたの、なんか一日の予定を自分にしたね、そうなの、みんな明日がこんな投げんだし、金曜日7件なのやだな、しかもさ毎週7件なのね、毎週金曜日7件なんだけどさ、その金曜日の7件って
毎週特別活動って授業じゃないの。それがちょっと私はやりたかった。で7時半ぐらいからご飯ってことを聞いたから、そう投げもだろ。え、な、な、普通投げなの？なんか特別活動って変なやつがで、私はねえ、待って、本当にさ、イベント楽しみじゃない？なんかリハがさ怖いけど、そのなんていうの、その当日リハじゃない、リハ当日じゃないリハ、え、ないよ。みんなは6まで学校と祝辞なのかな。12時半から1時です。17日ね。12時半から30分か。なんかそのイベント、そういうなんていうの、そういうさ外のやつがあるのも嬉しいし、それが先輩方とできるってのも嬉しい。なんか目がこうだぐだぐ食いついてる。なんでアミナはね、大好きなリナちゃんがいるからってのもあるけど大好きなリナちゃんできるからってのもあるけど、本当になんか嬉しい。だからそれを知った時にもうめっちゃ嬉しいと思って、本当に嬉しかった。本当に嬉しかった。画面ってどっちの画面だろう。なんかこのねコメントちょっと見にくいのよ、本当に見にくいのよ。そうだからこっちでも見れるのよ、こうやって。楽しみ、楽しみだな。これから仲良くなって、もうみんな仲良くなって、本当にみんな大好き、ありがとうでしょ、本当にみんな大好き。ああ、でででで、普段家では髪を失いますんで、うん、結んでるかも。学校がある日は結ぶから、そうずっと結んでるかも、学校がある日は。山に近い方が目に負担か。なるほど、ここはポニーテール、ポニーテール。なんかね、このさ、
に低めてしていかない。でも高速でダメ、高速いいのかな、高くなければいいのかもしれない。ツインテールしないよ。うん、そう、ポニーテールも楽だしね。高速逆にも信じないとダメだよ。そう、もうない。プランに浮かべるらしいじゃん。それクリナさんやないか。1月もしかして。高速が緩い学校、高校に行きたい。でもなんか頭がいい高校ほど高速が緩いって言うじゃん。だから頑張る。クエナさんがもうお風呂に浮かべてる気がする、アヒルを。聞いてほしい。イナはね、あるものをこの前アマゾンで買ったの。2個、あるパジャマを。でも普通のパジャマじゃないの。まあ誰と着るかはいつか、そのことショールームをしたいなってお泊まりをした時にね、あげてね、あのお泊まりをね、ただクリスマスぐらいにお泊まりして、クリスマスをね、あのクリスマスプレゼントみたいな感じで渡して、ちょっと一瞬ね、あのね、やりたいなって思ってたのね。そうだから楽しみ。でもその子にまだ言ってないの。貸し出し用なのかな、もうプレゼント。なんかアマゾンで、なんかこういうパジャマ欲しいなって思って見てたら、なんかこれかわいいと思って、ね、あの子と一緒お泊まりするとき持ってきたいと思った。年賀状くんね、やった。秋山人おめでとうございます。おめでとうっていうか、普通にこれにしよっつって、そういう半魚丼、半魚丼人間版人魚丼やからな感じ。魚を人に変えたら、なんかめっちゃ ふみちゃん髪の毛が食べられたいと言う人本人 OK だって、それどこで OK って言われるの、面白い。ほんとOK って言われたの、どこでどこで言われるんだやろ。すごーい。なんかこの食べてもらおう、ちょっといいいいいい、臭くないようにしないと噛むなきゃ。このさ、このハート可愛いよね。この葵ちゃんが今投げてくれたこのハート三連ちゃんみたいなやつ。逆にみんなが食べるとそんな私は勇気ないんですよ、先輩の。それに元推しメン
たし。来年はまた今からダンスのレッスンしてくる。すごい、はーちゃんも本当にダンスすごいな。頑張って、お疲れ様、頑張ってね、はーちゃん。みんなも大好き、みんなも大好きやん。さあ、やっぱパパパパな、ありがとう、さんま、このハートハート元っておかしいか、今も大好きだけど、はい、そうだよね、ちょっと言い方がおかしかったな。そう、えぐちゃんが食べられた、なんかあの食べられてる写真を見て、なんて幸せな空間なんだって思った。待って、みちも本当にありがとう、本当にこの本当にあすかさん、ありがとう、本当に、わあ、本当に、待って、めっちゃ感謝しかない、忘れた、危ない、あー危ない、あ、本当に危ない、あー危ない、やばやば、ちょっとびっくりした。ゆうちゃんが今一番話しかけてみたい、話しかけてみたいっていうか、普通にこのひなさんとかまるさんとかくひなさんとかと話すテンションでりぬちゃんと話したい、話せるようになりたい。でもね、えみりさんとかさ、仲良くなってみた、お話ししに来たいな。何を反省、そう、面白いんでしょ、なんかあるけ、みんなやらかした、このあれでやらかしたのってなんかあるかな。なんかゆうなさん、山内ゆうなさん、なんかめっちゃ面白そう。ね、渋谷みなの取り扱い説明書、褒めると伸びます、あ、褒めると、褒めたり、最初の方っていうか、あっちからあっちからっていうか、その先輩方が渋井ちゃんとか言ってくださった、あとなんかいおいでっていうか、なんだろう、なんかいけるか、ひなのさんとかめっちゃいける、ひなのさんって、なんかひめちゃんとかってウェルカムオーラを出してくださったらっていう、うん、かもね。話してない先輩、意外とあれかも。え、みやびさんとかとあんま話してこないかも。とはいおりさんとか、その五期生の先輩さん話したことある、その花よく、その仲良しっていうか、結構自分からいける先輩さんは多分一番大きい生さんが多いけど、結構でもその自分からいける先輩さん以外の方はもう大きい生さん、くるみさんも、くるみさんはあのリセットで絡みが多いんですよ、だからちょっと話したいと、いいね、なんか見てね、
いおりさんがさ、もうなんかめっちゃ可愛いって思っちゃう。なんか雰囲気がめっちゃ好きなんですよ、いおりさんの。ねえ、今日の夢聞いてほしい。みんなパジャドラをさ、そのなんでかわかんないけど、今日の夢がパジャドラに出る夢だったの。でしかもパジャドラに出る夢やったし、しかもみんなパジャドラ全曲完璧に覚えてるわけじゃないからわかんない、出れないじゃん。出れないのになんかもう衣装着替えて、え、踊れないよとか思いながら衣装着替えて終わった、うん、ゆうりさん。そう、もうそう、めっちゃ焦ってた。で少しでも長い間振りを覚えようと思って、隙間時間なんかでなんかリセットっぽい振り付けもあったじゃん、最初の。でなんかでユニットの間かな、時間があったからその間に覚えようと思ったんだけど、全然なんか覚えてなかったんで、自分がなんで覚えてないのと思っちゃった。そう、若菜さんも話してみた、なんか面白そう。若菜さんとかゆえるさんとかっていうなんか好き、テンションっていうか仲良くなりたいなって思う。だから話していきたいなって思うけど話にいけないっていう。でもね、 B さんのね、この前のアンコール、ダブルアンコールで披露させていただいた B さんの、そうさ、ほんとにほん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 、ずっと隠していた心のうじ好きだってっていう時にゆえるさんとこうなるの、こう移動してるから、好きだってって。その時にとか、どうだっけな、彼女のあのリセットの公演の彼女の時に、彼女の2A だっけな、でででででで、なんてでででで、あ、もうめっちゃ忘れてるわ。は、左向いて、あーってなる振りがあるの。それもゆえるさんいらっしゃるんだけど、ニコってしてくださるのがなんかめっちゃ嬉しい。わからさ、なんかわからさ、話合いそう？そう？なんかめっちゃ、でもこの前そのね、ロキ何人かとアイチーさんと、アガナさんとかで話した時に、なんかめっちゃ面白い方だなって、テンションがめっちゃ好きだなって思って、そう、なんか思った。でも私はとりあえず、どうで、ゆうらさんどう言ったらいいかな、茶道、幼稚園で茶道あったわ。でもあれなんよな、そのご帰省さんのお披露目さん、みんな見たのね、そのファンだった頃にリヌさんと若菜さんのあのやつが多分一番印象に残った。こんばんにゃんこんばんにゃんこんばんってやつ、かわいいって。とりあえずっていうか、他の先輩本当に自分から、でも多分いけるんだよね、みんなリヌさんいけるか、なんかいけるときとはいけないときがあるって感じ。いけるときはいける、全然。だって幕張終わった後にその帰りホテルに戻る時の車両に行くまでの道のりで皆さんが前にいらしてたから、隣行ったもん、あれ行ったから、どこどこどこ行ったそう。だから多分行けるんだよね、全然行けると思う。
最近行けて行ってないから行けないと思ってるのかもしれない。まあ私の進歩はこれからメールにかけたらいいなって。さあミナのそういう進歩はメールにね、あんまツイッターにも書かない、メールに書くので、まあ知りたい方はメールを登録していただいて、そう登録していただいて、したら分かりますよ。そう分かるよ。杉野さんツンデレあるんだ、初めて知った。そうよ、登録していただいて、ぜひぜひ。杉野さんツンデレがある、下野さんか、推しメンはありがとうございます。この前リコピさんが卒業 してあの卒業されたから、それで空いたところにしぶりちゃん撮りましたって言ってくださった方がいて嬉しかった。私はご飯を食べる。のね、ノーナヤパラダイス公演ってさ何人公演ですか？16人14人、どうなのやろって思った。え、そう、それが14人なのかな、 16?12? それ基本はさ公演で16、あ、そういうことね、12人でやってたってことか。なるほど、ありがとうございます。6歳は12人だったってことかな。え、でも12人じゃん、元は16人か。なるほど、ありがとうございます。じゃあ LINE を、本日2回目の LINE、 最近ね、ありがとうございます。人数が足りてないからってことね。なるほどなるほど、やべえ目が。13位がワークさん、ありがとうございます。さっきいなかった。2位がアシュアのガーさん、ありがとうございます。11位があくびさん、ありがとうございます。10位がタキアンさん、ありがとうございます。9位がニシプーさん、ありがとうございます。8位がヨキさん、ありがとうございます。7位がウラさん、ありがとうございます。6位がカズオさん、ありがとうございます。5位がアスカさん、本当に本当によくやくないです、本当にありがとうございます。もう本当にありがとうございますっていうぐらい感謝してます。ありがとうございます。4位が甲子園の48アカデオさん、ありがとうございます。3位ロメオさんじゃない、また間違えた、西公園さん、ありがとうございます。2位がクシマスさん、ありがとうございます。1位が葵ちゃんです、ありがとう、あおいちゃん。サンリオロッキーでないのロッキー研究生公演のレッスンが始まってるからと予想して、あ、ごめんなさい、今んとこ全くないです。今んとこそういうの研究生公演の話マジですよ。そう、ないんです。じゃあバイバーイ、ありがとうございました。しぶりみんなご飯食べてくるよ、うん、バイバーイ。ちょっと待って切るか。